10月8日朝です。これはね、宿台にくっついてくる朝食です。なんか別に頼むと朝食を待ってる間に次の都市ポパヤンのね、ポパジャンって読むのかもね、予約を取りました。今晩の予約です。まあもう駐車場付きで安心です。今日はね、ここカリを出てポパヤンっていうとこまで行きます。あ、ここです、はい、140ぐらいしかないのかな。まあ大して長くないね。いい道みたいです。有料道路だって書いてあるから結構混んでるね途中。はい、カリーです。食べてる途中ね、食欲があって足んないかなと思ったんですけど十分でした。今8時47分。まあここへ来てちょっとデータの整理とかしたんで、7時30分には来てたんですけど、全然しばらく経ってからやっと用意を始めて出てきたのは8時半頃だね、7時半かって書いてある。まあいいです、細かいことは。今1時半ですけど、ポパヤン の宿にもう着いてしまいました。もうバイクは完璧ね、これ屋内です、ね、まあ洗濯物干しても雨が降っても平気だね。ここいいね、そんなに汚そうな感じもしないし、いい感じです。こっち来て、こっちトイレとシャワーね。それで受付がね、こっちが表なんだけど、まあ、ここが受付。パスワードの0と O が合わなくて、あれよ、散々苦労しちゃったよ。まあでも繋がったからいいわ。2時20分だから全然余裕です。これから洗濯です。レストランの中からね、外見てますけど、なんかあれだね、メニューに載ってるやつをそのまま頼んじゃったけど、いいかどうかわかんない。反対側にもメニューが書いてあったね、違うやつかね、わかんない。ではスープが来ました。まあ悪くなさそう、いい感じで来たね。これならバッチリ。うちの人は昼飯の組み合わせみたいね。昨日の宿の主人もランチだって言ってたから。名前はわからないけど、結構大きな教会です。はい、笑って。はい、はい、あー、es un video。 いいね、はい、Hola a todos, bienvenidos al Hostal Morovic en la ciudad de Popayán en Colombia。 ここの朝食です。
今7時半ぐらいかな。あ、結構いいね。これ周り見てもわかるけど、ここね、結構いいとこなんですけど、まあ今日はもうパストに行っちゃいます。パンと卵を揚げたけど食べる様子がないですね。うん、ダメ、降りて降りて、降りなさい降りなさい。あ、食べた食べた。お客の車がね、止まっちゃってんだけど、多分出られる、出せるんで出します。昨日洗った T シャツとパンツと靴下ですけど、まだちょっと湿ってます。上のカバンのメッシュの袋の部分にメッシュの袋に入れたものを詰めて出かけます。ちょっと視界が眩しいので、こういうふうにテープ貼ってみました。まあ、日本から持ってきたガムテープですけど、ね、効果があるかちょっと分かりませんけど、まあないよりはマシだと思います。この妊娠ガードはですね、つけるところ4箇所もあるんで、ゆるく締めておいても全然ずれなくていい感じです。まあ、このおばちゃんがね、夕方来た時もいたし、朝飯も作ってくれました。ありがとうございます。中心街っていうか、そんなところです。今ね、ペレイラの工場出てからね、最初のガソリンスタンドで給油してから358.3キロ走りました。燃費計はね、平均燃費で 43.8 って書いてあります。ここはね、まあこういうことですね。コパヤンをね、今出たとこですね。まあ南下してますね。やっとね、郊外に出られた。一回倒れちゃったんだけどさ、他のバイクのせいの進路のせいで私倒れたんで、そしたらそのバイクがね、助けてくれた。よかった、もう親切だね、コロンビアの人、嬉しいです。なんと満タン砲だとね、 47.665 です。リッターあたりキロメーター。本当かよ。でもメーターだとね、 43.7 になってます。多分ね、満タンの入れ方がちょっと甘かったかなと。でも上の板には達してますから、それあながち間違ってないです。まあ結構な景色だけど、もう当たり前だね、これね。向こう行くのかな。
また道を降りるのかもね。今ちょっとだけ涼しくなったけど、結構暑いです。すごい景色だわ。あとね、パストまでね、55キロ。13時8分に着くことになってるね。なんとね、テレビがついてる部屋、この旅で初めて泊まりました。とは言っても、4500ペソ。で、1417.4円です、一晩。一番高いんだけどね。昨日ね、ポパヤンに着いた時に洗ったやつは、朝乾ききってなかったんで、メッシュの袋に入れてね、持ってきたんですけど、まあ、メッシュに、このメッシュの袋のところに入れたんですけど、このメッシュ袋に入れてね、あんまり状況変わってないね。このパストへ着く直前にね、土砂降りの雨になったもんだから、全部濡れたんですけど、まあ、あんまり被害はなかったです。カッパをだから干してあります。今の時間がね、10月9日の14時28分です。今ね、9日の4時です。ここの夕方4時ね。ちょっと落ち着いたとこなんですけど、さっきね、受付に聞いて、一番近くの定食屋みたいなところ行ってきたんですけど、この組み合わせがね、1万ペソでした。昨日、ポパヤンで食べたのも1万ペソだったから、だいたいこの辺が相場っていうことだね。まあ、あれだね。随分経ってからだいたい分かったんだけど。まあ、しょうがないね。高級なレストランで食べるとこういうものは置いてなくて、なかなかね、食べるのは苦労するんですけど、庶民の食べるとこ行くとこれが1万ペソで食べられる。